こんにちは、黒橋静香です。今日はおさらいというよりは、私がめったに作品にはしないアプリケのテクニックをできる限り、茎と葉っぱで一番皆さんが苦労するところだろうなと思うところをやってみたいと思います。まず布選びなんですけども、多分皆さん扱いやすい平織りを用意なさると思うんですが、普通に言われているっていうのかな、一般的にプリント柄やベースにするキレっていうのを求めるときに、あんまり考えなしに求めちゃうと、使ってみて、ここに例題がありますが、軸が太い軸、大きいお花だったら太くなります。つぼみのようなこういったものの場合にはやっぱり細くしたいじゃないですか。だからこんな細いのをこうはみ出しもせずにうまくいくのって何なのって言われる方多いと思うんですけども、私はこの手のテクニックっていうのはあんまり豊かではなかったし、もともと上手な方じゃないんですけど、下手だからこそやりやすい方法っていうのあるのかなって。まず布がこういった先染め、先に糸を染めてから織りで柄を出す作るっていう方法の生地っていうのは、やっぱりちょっと地厚な感じがします。その代わり肉厚であるからこそ出てくるふくよかさみたいなものが軸一つにしても取り出せると思います。バイアス地に2センチの幅で切れをカットして畳んでアイロンでできるだけこうすればバイアスだから伸びますので細くなってしまいます。こっちに引っ張ればこう伸びる、このバイアスの収縮を良しとして使うっていうことですね。この切れは伸びるんだよって、引っ張れば伸びるんだよっていうことを自分に言い聞かせるようにして印をつけていきます。5ミリ以内のこの地厚だったらやっぱり限界がありますので、一番細いのを作ろうと思って何枚かやトライしてみて、私は4ミリだったらこの地厚さでもできるというふうに思っています。で、2センチを半分に畳んだものの輪っかの方から5ミリの物差しの線を当てにしながら、その線が全部布の上から左側にはみ出して、ちょうど内側の線の幅がいくばっかありますから、線の幅の手前と畳んだ背中を輪の方の合わせてちょっとはみ出して、だから1センチだから、この見えるのは今度はアプリケにするから土台が布としてあるわけですから、そこから穴が開いたり隙間が出たりする心配はないので、とにかくこの1センチの幅の5ミリよりは細くっていうつもりでここで線を引きます。こうしたらここのところで、例えばこういう形に置きたいっていうのなら、待ち針を打つときに印の上に乗せて打って、ここで止めます。少しこれが長くね、ちょっとなんかシワがギャザーが寄るほどゆとりを持たせないで、そしてこの余分目がふわっとこう立ち上がっていく、この平らな土台布に浮くような形の真ん中を捉えて止めておきます。で、今止めてる待ち針は軸の長さが2センチという短い、なんでこんなに短くしたかっていうと、これが私が頼んで作ってもらった待ち針なんですけども、短い待ち針って探して3センチの待ち針までは探せたんですが、こうやって、いや2センチでいいのって言って泣き落としにして作ってもらった待ち針はずっと使ってます。待ち針を打ったまんま仕事をするときに邪魔だなって思うことはあると思うんですね。だからそれをなくしたわけです。
手前で打つか向こうに打つかっていうのはアプリケの時には縫い代がたっぷりあるところで仕事をすることが多いので、あっちこっち向けるのを気にしなくてもいいと思いますが、どっちかというと手前の方がピーシングの時には多いです。糸玉を作ってこの線の上を縫っていきます。ちょっとね、赤で縫うの恥ずかしいんですけどね、目立つんですよね。だから本を作る時のここからここまで縫いますっていうのはみんな赤い糸使わせられるんですけども、ニードルターンという針を使います。でこれはまた後ほど説明しますけど、こうしてこれ私はぐし縫いと呼んでますけど、このヘラを打ったところをぐしぐしと縫って、で最後のところは私は一目返し、一目返して縫えたら、ここの軸を手前の輪っかちょうど細くいきますから、でこちらに倒します。で倒したらここを押さえてヘラでこの切れの今立ち上がりますけど、ここのところこの幅の位置であんまり向こう側にしないで、太くしないで細く細く作りたいわけですから、こうして縫い代というか軸の余分を位置を定めます。この幅だったんだなっていう、こう印をつけたらこの印の手前側でこれを切り離します。切り離したらこれを倒して今度はこの土台の切れをすくいますね。上げたら向こう側で土台だけすくう。でこれを起きないでっていうふうになだめる。こうだから本体の軸の切れには針は刺さないんです。そしたら無理なくここが祀っていけます。この布だとこれ以上細いのはできないな、4ミリぐらいしかできないなっていうことになってしまった時には布を薄くしてください。薄い布で始めると細くできます。この中の縫い代が2枚分入ってるわけですね。それをもちろんこの素材でこの色でなくては雰囲気が出ないなんて、切れをどうしてもこの切れで細くしたいのっていう時には2枚の縫い代ではなくって1枚はギリギリで切って、そして1枚だけは欲しい幅で残すっていう風にしたら薄くなるから伸びがいいので、このバイアスがうまくいくと思います。でこうしておけばもうあっちこっちに決して祭るものをに対してこういうふうに針を打たないでください。
こういう打ち方をするとそれがずっと左手はたまったもんじゃないですよ。チク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 この針の先が手に当たって鬱陶しいので、向こうのそういう鬱陶しさがないためには橋渡し乗り越えて、この手前で針を上げちゃって向こうで下ろして、要はこれがうまく畳めてさえいればとても楽に針運びを祭るのが楽になります。